クレレーシングチームウィズニスモの鈴木文香です。昭和49年10月11日生まれ22歳です。天秤座の A 型です。身長は165センチ、上から82、55、83センチです。私は、レースクイーンになって4年目なんですけれども、1年目は都合のサーキットクイーンをしていました。レースが大好きだったので、自分から募集の記事を見つけて自分で履歴書を書いて応募しました。最近釣りを始めたんですけれども1日しかお休みがない時は市ヶ谷の釣り堀とかにも出没してるんですよ。で、鯉とか釣ってるんですけど、で、2日ぐらいお休みがあるときは、丸1日、北浦とか霞ヶ浦とか行って、ブラックバスを釣ってます。で、1日のお休みのときは、割と洗濯とかお掃除とかしてるのが本当は現実なんですけど、実際には本を読むのが好きなので、本をずっと1日中読んでたりします。丸1日かかってスタジオでゆっくり撮っていただいたんですけれども、割とドラマ仕立てというか、照明とか皆さんもすごく凝っていただいたので、私もすごく楽しくできました。で、普段はレース場とかでニコニコ笑ってる私しか見たことがない人が多いと思うんですけど、今回は割と普段見られないような私がいます。ちょっと色っぽいかなと思うんですけど、それは皆さんが判断してくださいね。
皆さんも一度レース場に来て、私たちレースクイーンと一緒にモータースポーツを盛り上げてください。そしてレースクイーンの女の子がわからないときは、キャンギャルプレスで必ずチェックしてから来てね。毎月6日発売です。私たち女の子の名前を覚えてくれたら、みんなは喜んじゃうと思いますよ。それではバイバーイ。